皇帝の使者、フランツ・カフカ。原田芳人役。皇帝が、そう呼ばれているのだ。君という単独者、みすぼらしい進化、皇帝という太陽から貧弱な姿で遠い遠いところへ逃れていく影、そういう君に皇帝が臨終のベッドから伝言を送った。皇帝は使者をベッドのそばにひざまずかせ、その耳にその伝言の文句をささやいた。皇帝にとってはその伝言がひどく大切だったので、使者にそれを自分の耳へ復唱させたのだった。うなずいてみせることで皇帝はその復唱の言葉の正しさを裏書きした。そして自分の死に立ち会っている全員を前にして、障害となる四方の壁は打ち壊され、広々と伸び高くまで続いている宮殿前の階段の上には、帝国の高官たちが和型を作って立っている。こうしたすべてのものを前にして皇帝は使者を派遣した。使者はすぐ都に着いた。力強い疲れを知らぬ男だ。あるいは右腕、あるいは左腕と前に伸ばしながら、群衆の間に自分の道を切り開いていった。抵抗する者がいると彼は自分の胸を指さした。その胸の上には太陽の印がついている。彼はそうやってまた他のどんな人間にもできないほどたやすく前進していくことができた。だが群衆はあまりにも多かった。彼らの住居は果てしなく続いていた。広々とした野原が開けているならば、死者はどんなに飛ぶように走ったことだろう。そしてやがて君はきっと彼の拳が君の戸口を叩く素晴らしい音を聞いたことだろう。ところがそんなことにはならないで、彼はなんと無益に骨を折っていることだろう。いつまでたっても彼は宮殿の奥深くの部屋部屋を何とかして駆け抜けようとするのだ。だが決してその部屋部屋を抜けきることはないだろう。そしてもしうまく駆け抜けたとしても何一つ得るところはないだろう。次には何とかして階段を駆け下りようとしなければならないだろう。そしてその階段をうまく駆け下りることができても何一つ得るところはないだろう。いくつもの内庭を越えていかなければならぬのだ。そして数々の内庭の次には第二の壮大な宮殿が来る。それから再び階段と内庭だ。それからまた宮殿だ。そういうことを繰り返して何千年経っても終わることはない。そしてとうとう一番外側の門から走り出たところで、だが決して決してそんなことは起こるはずがない。やっと彼の前には首都が横たわっているのだ。その首都こそ世界の中央であり、世界の沈殿物で高く積み上げられている。誰一人としてここを駆け抜けることはできないし、まして死者の頼りを携えて駆け抜けることはできない。だが君は夕べが訪れると君の窓辺に座り、心の中でその頼りを無双するのだ。